ロンジュンは、大韓民国で活動している、中華人民共和国吉林小吉林市出身の歌手、男性アイドルグループ NCT のメンバー、SM エンターテインメント所属。本名は、コウヒトシシュン。2016年8月、NCT ドリームでデビュー。2000年3月23日、中国吉林小吉林市で生まれる。2015年、韓国の芸能事務所、 SM エンターテインメントのグローバルオーディションに参加。オーディションでは、グラウル、オーバードーズ、リンガリンガを踊った。2016年8月21日、NCT の青少年ユニット NCT ドリームのデビューメンバーとして公開された。8月25日、ネット、M カウントダウンでデビューユニット NCT ドリームが、デビュー曲、チューイングゴムを披露し、正式デビュー。 2017年5月23日より CJ グループと韓国文化産業交流財団による優しい韓流官民協力プロジェクトに参加し、チョンロと中国の南京を訪問、子供たちと K-POP を通じた文化交流を行った。8月、北京市現代音楽学校に入学した。2018年12月13日、SM ステーションシーズン3を通じて公開されたアニメ。 トロールの劇中歌、ヘア・イン・ザ・エアーに参加。2019年8月5日より、TBSEFM のラジオ番組、首のレギュラー DJ を務めた。8月25日、中国のデジタルファッションマガジン、ズイ・ヤングの表紙を飾った。10月、チョン・ロト・シン・ヨのウォーター・パーク、大ーア・温泉水世界のイメージキャラクターに就任した。2020年1月22日、 所属ユニット NCT ドリームが日本公演記念アルバムザ・ドリームを発売。5月20日、北京市現代音楽学校の卒業制作として新的始めを発表。同校を卒業した。5月27日、振動美白のアカウントを開設した。7月23日、トロイシバン、フールズのカバーを公開。10月19日、NCTU として参加した。 フロムホームのミュージックビデオが公開された。12月24日、ドヨン、ジョン、ジョンロと歌った DER の1224のカバーを公開。2021年6月24日、インスタグラムの個人アカウントを開設した。8月3日、シャオジュンと歌ったエリック・シュー・アキラの AF 室、敵のカバーを公開。血液型は O 型。子供の頃の夢は、 歌手でスターになることだった。エクソを見て SM エンターテインメントに必ず入社しなければならないと思ったという。幼い頃は韓国語を学ぶ他に韓国音楽にも関心があり、特に世界的に成功したエクソの中国人メンバーである例の影響を受けた。韓国語を流暢に話す。子供の頃から韓国語を話していたので、 と感して、すぐに韓国語を上手に話すことができたという。趣味は、映画鑑賞。特技は、フラフープを回しながら走ること、絵を描くこと。ファンからは、論家祖と呼ばれるほど、絵の才能があり、2020年には、アプリケーション、アイドルピックでの、才能限度超過。絵が上手なアイドルは、部門の投票で1位を獲得した。好きな食べ物はたるごな、ジャスミンティー。 好きなアーティストはワンダイレクション。好きなキャラクターはムーミン。ニックネームは純粋少年東北大歌。世界を照らす論順と自己紹介をすることが多い。デビュー時は八重場だった。右手にあざがある。恥ずかしくなった時についやってしまう行動はもみあげを触ること。ありがとうございます。